9時、これ全国的に祝日ですよね。また関東に雪、そして東海地方も降っていきます。11時、12時、1時となったあたりにあと雪雲が入ってきそうなんです。ただこちらの予想のすぐ雨雲が追っかけて入ってくる形になりますので、積もるという可能性はないかと思いますが、3連休最終日も寒いぞということを覚えておいてください。では最後に東海地方の天気予報です。明日は7度まで上がりますが、まだ6度までしか上がりません。そして来週1週間、平年のやや下回る気温がずっと続いていきますので、寒い状態がしばらく続きそうです。そして次の雨のタイミングは来週の金曜日にまた広く雨が降ることになります。